どうも皆さんおはこんばんにちは、春名館長です。いろいろケーブル類がごたっとなっていますけれども、こいつですね、パワーアップ計画ですね。前回はですね、M.2 の SSD をここに2本挿しましたと。それだけでも結構強力なんですが、今回はですね、もうやっと来ましたよ。何かというと、こいつ、実はですね、こいつが届いた3、4時間後に来ました。なんかね、2日後に来るっていう、ね、感じだったんですけど、土曜日にね、来るってはずだったんですけど、来ました。今在宅やってるので、在宅しながら私は動画を撮っております。悪い子です。はい。嘘です。本当です。ということで、メモリ来ました。クルーシャルの 16GB のメモリですね。DDR4-2666 の SODIMM のメモリです。クルーシャルの。もうクルーシャル買っとけばね、問題ないでしょ。ということでね、はめていきたいと思います。これね、もう 2GB のやつがオンボじゃなかったら、もう 16GB 挿して 32GB の頭おかしいやつ作ってやろうかなと思ってるんですけどね。本当のこと言うと。はい。外しました。はい。ということでね、こちらですね。ここのメモリースロットに挿していきます。はい。いや、サーバーというかファイルサーバーをね、アップグレードするということは大変ですよ。本当に。でも、シノロジーのはマイグレーションからもうのすごく簡単だったので、私はよいしょ、私はよし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 、はい、来た。これがクルーシャルマイクロンメモリーですね。ちゃんとマイクロンのが載ってるんだろうな。M マークがありますね。はい、マイクロンです。これをここにね、挿していきます。見えるでしょうかね。ちょっと手に持ちながらだとちょっとしんどいんですけど、やっていきましょう。こいつをですね、ここにね、ぶっ刺していくだけで、本当はここのね、横のラッチを開けなきゃいけないんですけども、はい、これでもう完成。これで 16GB メモリが刺さって、合計容量 18GB になったと思います。じゃあね、早速こいつをね、ちょっとインストレーションというか、情報画面で確認していきたいとね、思います。っていうよりかはまずね、差し切らないといけないんですけどね。はい、1個2個、はい、差し切りました。なので、次、ちょっとね、DSM の画面見ていきたいと思います。じゃあさて、あれからですね、起動難なく起動しましたので、ちょっとね、リソースモニターみたいなのもね、見れればなと思うんですけども、まずはコンパネだろう。コンパネのですね、情報センターかな。はい、情報センターを見ると、来ました。ほら、メモリー 18GB に増えました。来たね、やったね。はい、こんな感じで増えています。はい、インテルセルロン、こんな感じでね、増えていますと。で、リソースモニターもね、ちょっと見ていきましょうか。メモリこんな感じでね、フリーが 16.4GB ちょっとおかしいなこれ。だいぶ 3% なってるよ。来てますね。ディスクはもちろんこんな感じでね、なってますし、ネットワークに関しても大丈夫か。うん。で、 CPU もこんな感じ。メモリがちょっと待って、どんだけあるんだこれ。18GB いったのかこれ。なんかいらない可能性が出てきたなんか仮想マシンでもね、立ち上げるかっていうレベルですよねこれね。いやー、でもこれだけ来てますね。やったぜ。来てますね、概要。ああ、もうこれこそですよ。これこそなんかNASにね、18GB もメモリ増やすと思わなかったら、もうちょっとあれだろうみたいな感じだったんですけどね。なかなかね、いいですね。ただもうちょっとキャッシュしてもええんやでって感じはするけどね。なんか、潤沢に使えやって感じだけど。で、それ、ちなみに SSD キャッシュは、あれからね、そんなに増えないんだよね。多分そんなにファイルアクセスしてないからだろうね、まだ。やってからね、3、4時間ぐらいしか経ってないしね。この動画撮ってる。撮ってる前の時だから。そんな感じですね。うん。いや、でも、これでね、しばらくは結構持つ。てかもうしばらくはってか、普通にずっと持つですね。NAS ができたかなと思ってます。いや、よかった。こうやってね、なんか、いい感じでやれたのは、なんか嬉しいですね。まあちょっとね、ちょっと総括気味なことを言いますけども、やっぱり NAS とかって、まあ、いるのかいらないのか問題っていうのは確かにあるんですよ。例えば大手のパブリッククラウドのクラウドストレージを使うのでもいいんじゃないかとかあるんですけども、まあ、そっちの方がメンテがないとかね、あるけども、私はやっぱりどっちかっていうと NAS ですね。高速に、ローカルってか家庭内とかであればですけども、ローカルで高速にデータを、まあ、やり取りすることができる、貯めておくこともできるし、引き出すこともできるというところで私はすごく気に入ってます。で、まあ、データとかをまあ、外から外にいて読みたいとかっていう時はですね、もう VPN つなげれば僕はいいと思ってます、正直。実はこれ VPN サーバーとか立ててるんですけど、このシノロジーの中に。そういうので私はいいと思ってます、正直。なんかパブリッククラウドの信用ならないところはなんか信用ってかあんまり使いたくないところは、どっちかっていうと保守契約費が高い、年間のランニングコストが高い、それですね。そこにつきます。データをもう2テラ3テラとか使ってるとかだったらまだ全然まあ分からなくはないけど、やっぱり僕は NAS ですね。フレキシブルに変えられるし、まあ、設定のめんどくささとか自分で運用保守しなきゃいけないっていうめんどくささはあるんですけども、やっぱり自分でやる派ですね、そこら辺は。あとですね、まあ、これ結構僕の視点からもうお伝えしたいなっていうところなんですけども、こういったシノロジーの NAS とかって、まあ、基本 Linux ベースだったりするんで、まあ、いろんなパッケージがダウンロードできるわけです。Node.js だったり、まあ、さっき言った VPN サーバーだったり、DHCP サーバーももちろん使いますし、まあ、あと Git のサーバー、リポジトリも立てられますし、まあ、いろんなね、ウェブサーバーも、WordPress のサーバーも立てられたりするんですけども、まあ、そういったことをですね、手軽に始めて自分でやってみるっていうようなところにも結構向いてるなと思ってます。正直、このシノロジーのサーバーは。まあ、自分からね、例えば Linux のインスタンス立てて、まあ、ね、機体買ってきて、まあ、立ててとか、インストールしてとか、立ててとかでも全然いいんですけど、それだとちょっとハードルが高いべっていう風な人には、まあ、おすすめかなと思ってます、正直。こういったファイルサーバー、シノロジーのね、ファイルサーバーを利用して、そういったことをしてみるっていうのもありだと思います。だから、要するに何て言うんでしょう、学習をアクセラレーションするための、まあ、NAS とも言えるかなと、正直思ってます。なので、そういう2通りの使い方があると思ってます。まあ、1つはファイルサーバーとしてちゃんと使う。もう2つ目は、まあ、いろんな、例えばサーバーを立てて、まあ、開発用として使うっていうのがあるかなと思ってます。まあ、どっちにしろね、結構使い勝手はいいのでいいかなと思ってます。まあ、かなりね、学習にもつながるんで、僕は好き。僕は好き。というところでですね、まあ、今回メモリーを合計18ギガ、16ギガ足して18ギガにできたわけです。ということで、すごく良かったです。はい。スワップ動画はね、まあそれゼロだよな。だからこれスワップもあんのかな？まあいいや。まあそんな感じで、まあ、増設できてよかったマンなので、にっこり笑顔で、終了できると思います。ということでですね、今回は、シノロジーの、NAS DS720 Plus にメモリー16ギガを追加してみた、そして、まあ、総括のお話でした。またね、次の動画でお会いできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。春名館長でした。バイバイ。